柏レイソル松島達也選手のインタビューです。引き分けながら首位でのグループステージ突破が決まりました。今の率直なお気持ち聞かせてください。そうですね、最後まで、気が抜けなかった試合ですけど、こうやってホームで、試合残して進出決定したんで良かったです。先制ゴールということで、昨日は28歳の誕生日もあったということで、まあ、いいお祝いになりましたね。そうですね、誕生日だったんで、まあ、たまたまです。まあ、ゴールのシーンをもう一度振り返っていただきたいんですけれども、あのシーンはやはり狙っていたんでしょうか。そうですね、前半から相手のラインが下がるのが早かったんで、僕だけちょっとサボって後ろにいました。はい。まあ、平日ながらたくさんのサポーターが詰めかけて、そして大きな声援を送ってくれました。これからアジアの頂点に向かってサポーターも期待していると思います。サポーターに向けて一言お願いします。去年、悔しい思いをしたので、その借りを返すためにも、この ACL で必ず優勝目指して、この先も頑張っていきたいです。ありがとうございます。見事な先制ゴール、松島達也選手でした。